何？何そんな怒ってんの？は？別に。ずっと会話になんてなってなかったのかもね。ずっと。誕生日おめでとう。ありがとう。この星に人間は私たち二人だけって気がしない？すげえいいね。来年の誕生日プロポーズしよう。何？ん？なんか言った？夜にしか伝えたら壊れちゃうんじゃないかと思って。恋愛映画みたい。待つ人がいるってことは奇跡です。愛だね。愛で何考えてんの？ん？ちょっと